どうも皆さん、お久しぶりです。今回は、サンズ・オブ・ザ・フォレストに、神アプデが到来したからやっていくわ。神アプデ、どんな内容なんだ？私たちが求めてたアプデ動画兼、このシリーズについてお知らせかな。それで今回は、アイテム追加より、とあるアイテムに修正が入った。なんだ、武器とかか？まあ実質武器、いや武器じゃないんだけど、今回の、神アプデの内容は、ギターを弾けるようになったってアプデ。神アプデ？前までは武器としてしか使えなかったギター。それがついに、右クリックで弾ける。これのどこが神アプデ？前までただの武器だったギターが楽器になった。いいえ、ギターはもともと楽器です。この世界ではただの鈍器だったからね。ちなみにいくつか修正も入って、マグマが飲めなくなったらしいよ。逆に前まで飲めたのか。オラケルビン、私の歌を聴け。多分だけどドン引きされてるぞ。まあ正直これさ、むしろなんで最初からこうしなかったかん。ドンキとしてギター使用は無理があるからな。これが今回の、神アプデの内容。それとあと、一応前のビデオ、サウンドフッテージが追加された。それ聞くとバックルームズが頭に浮かぶ。だけどまあ、それは今回無視かな。アプデ内容なのに、触れないのか？それが今回のお知らせ。前回、アプデが来るたびに動画を上げるか、正式リリースを完全待機、正式リリース改めてやるかって話をしてた。それを、正式リリースを待機して、正式リリースを改めてやる、つもりにした。だからこのシリーズは一旦今回でラスト、正式版になったらまたって感じだな。それでワンチャン、前の映像のここに新しい映像あるかなとか思ったけど、ないっぽいな、多分別の場所みたいだぜ。それでギターを弾いてたら、バージニアが来た。バージニアも私の曲を聴きに来たのかな？それだけは絶対にありえないぜ。ちょっとなんか、さすがにグロいかも。ウサギの死体の耳を掴んで運んできた。というかそういえば、動画にしてなかったかもだけど、とある面倒な点が修正された。バージニアから、ショットガンを回収したが、ショットガンにも、レーザーとかライトが付けれたんだけど、前までそれが、上についてたんだよね。つまり、前が一切見えなくなってた。そのレーザーが、横に移動してるな。そしてモグはとんでもない場所でギター弾くな。ここが俺のステージ、うおー。なんかギター弾いたら、NPC 踊ってくれればいいのに、いつかのアプデで追加されるかな？追加されたところで感が、ギターの強化は、神アプデでしょ？これを強化として捉えてたのか。あとは武器としても使える上で、敵殴ったらギターの音鳴ればいいのに、ガチでどうでもいいアプデを求めるな。あとはギターから魔法が飛んだり、なんか 2D の世界で見たことあるな。うおー、俺の歌を聴けー。これが歌って踊れて曲も弾けるアイドル。踊るじゃなく荒ぶってるだけ。俺は完璧で究極の。そこから先の本来の歌詞の印象薄い。一体何のせいなんでしょうかね。マジでバージニアが踊ったりすればいいのにね。まあ現状ただ弾けるだけ。あんま変わってないよな。ケルビンもバージニアも無言で見つめてくるし、こんな無人島でギター弾いてるのやばいやつだからな。なんならもはや逃げられたんだけど。ギターを弾いてる不審者だからな。おえ、追って私たちの歌を届けなきゃ。パート1でも最終回でも、やることは同じ。バージニアを最初から最後まで追いかけ回す。まあ次このゲームをやるときは、正式リリースを、改めてゼロからになる。かな？やばい、完全に並走しだした。バージニアと並走しながらギター弾くな。マジでギター弾けるの神アプデでしょ。これ神アプデって呼んでるのお前だけだぞ。そしたら今回は、短いけどこの辺で終わりかな。メインはお知らせ、だよな。メインはギターで、ついでにお知らせ。ギター弾けるのマジでどうでもいいだろ。次は改めてパート1から。それではご視聴ありがとうございました。